レバークーゼンがロナウドの獲得へ WWW。ブンデスリーガ王者のレバークーゼンが FW クリスティアーノ・ロナウド、アルナスルに興味を示しているという、スポーツバイブルが伝えている。来季に CL 出場を控えたクラブは、新戦力として C ・ロナウド獲得を計画。ボニフェイスの今夏退団の可能性を考慮して、シャビアロンソ監督が上層部に交渉している。激アツ展開で泣きそう。ありがとうシャビアロンソ。ロナウドなら39歳でもブンデスで無双できるって。レバークーゼンが CL 制覇に向けて勝者のメンタリティを持ち、CL の王様の獲得を望んでいる。ブンデスでも得点王を取って4大リーグ全て制覇してほしい。獲得の可能性は低いかもしれないけど、勝利の可能性があるだけでもワクワクする。豆知識。現在39歳のロナウドだが、サウジリーグ28試合33得点10アシストを記録している。ロナウドとアロンソの再会はエモすぎる。サウジは気になるんだから契約解除して無料で移籍させてあげろよ。実現したら来季も外務官の可能性高まるのくさ。飛ばしかもしれないけど、ロナウドなら心が動かされる。ネイマールも一緒に欧州に戻ってきてよ。レアークーゼンは合いそうだし、ボックス内のロナウドは今でも世界トップクラスだからあり。この報道だけでワクワクさせてくれるあたりやっぱりスーパースターよね。